王子めぐみしとり軌道とは、かつて、カラフトめぐみしとり、軍、めぐみしとり町のめぐみしとり海岸駅から同、太平炭山駅の間を結んでいた、専用鉄道である。ソ連接収後、シャフチョールスク氏が所管する、シャフチョールスク氏貨物交通部協議鉄道となった。ロコモティブ有限責任会社時代の路線図、めぐみしとり町の太平炭山から出炭した石炭を、王子製し、 めぐみしとり工場及びめぐみしとり港まで輸送することを目的に1931年に開業し、石炭輸送のほか、王子めぐみしとり工場をはじめとする沿線工場の貨物輸送にも用いられた。1937年には海運に代わり、石炭輸送を行うために、久春内駅から道路までのカラフト町鉄道の新線建設が始まり、めぐみしとり、 道路間のトンネルなどが完成したが、1942年に工事は中断し、未成線に終わった。本軌道は1945年にソ連軍に接収された後、翌年に国営ウグレゴルスク企業行動に移管された。機関を7 6 2ト、mm、ルから7 5 0ト、mm、ルに変更するとともに、未成に終わった旧カラフト町鉄道のトンネルを利用したウグレゴルスクと、 シャフチョールスクを結ぶ新線建設で、シャフチョールスク市の旧カラフト最炭鉱業場道路、軌道線を路線網に組み込み、ウダルノオスカや炭鉱に加えて、ウグレゴルスク炭鉱の石炭輸送も行った。この後、ウグレゴルスク炭鉱のあるシャフチョールスク市役所に貨物交通部が新設され、ウグレゴルスク市内の一部区間を除いて、本軌道の運営が移管された。 二炭鉱の石炭や鉱道に用いる香木などの色材のほか、ウグレゴルスクパルプ製紙工場の原料や製品を輸送した。ウグレゴルスクとシャフチョールスクの2箇所に機関区を置き、1960年代から1970年代にかけて 4K、5K、7型の角 750mm 機関ディーゼル機関車を導入した。しかし1970年代には、 乗り合いバスへの転移で旅客輸送はほとんどなくなり、ソ連崩壊後の1990年代には貨物輸送も激減したため、社府庁ルスク市は鉄道株式会社を設立して運営を民営化。同社は後ロコモティブ有限責任会社に改装されて鉄道運営を継続したが、2005年にウグレゴルスクパルプ製紙工場の閉鎖とウグレゴルスク炭鉱の閉山が相次ぎ、 製紙工場周辺やウグレゴルスク炭鉱周辺の路線を廃止した。沿線に最後まで残ったウダルノウスカヤ炭鉱については、周辺の道路状況の悪さから自動車輸送への切り替えができなかったため、ウダルノウスカヤ炭鉱マイナス8キロポスト中央線端上間で石炭輸送の貨物列車を運行し、8キロポストシャフチョールスク機関区間は、 車両の出入区にのみ使用する形で運営を続けた。しかし2017年に、サハリン・ウーゴル録が閉山したため、本鉄道も運営を取りやめ全線が廃止された。論文1930年代のカラフトにおける、石炭業アジア経済研究所、学術研究リポジトリアラット2509、地方鉄道及び軌道一覧。昭和18年4月1日現在、 ありがとうございます。